はい、おはようございます。マチカフェ TV です。枝野さん、立憲民主党、まあ躍進をして今後の政局を左右する、まあ、野党第一党に躍り出たわけですけど、まあ政界の数合わせには組みしないということで、まあ固い亀の甲羅に閉じこもるようなことを言っていますけれども、住み分けならギリギリ許される希望民進と選挙協力可能ということで、まあ当然こういったことで、選挙協力すなわちオリーブの木、野党統一を実現して、まあ、次の来年再来年の参議院選挙、そして次の衆議院選挙に向けて、政権交代を目指すということになるでしょうね。はい、よいしょと、はい、おはようございます。よいしょ、今シャワーを浴びて、よっ、本当にね、朝だいたいもう一仕事終わって、シャワーを浴びてさっぱりしました。まあ小池百合子さんが失敗をした、いろいろ言われてますけど、それ私も最初からそれ出るのが当たり前だと言ってるように、出なきゃ話にならないですよね。もう東京都知事なん、それは東京都知事はもう国政を担って、そして東京都とも一緒に手を組んで、しっかりした体制を作るといえばもうそれで済んだわけですから、まあ、強いリーダーシップを示すためにもうスパッと希望の党、立党とともに、この都議会が終わり次第、自分自身が国政に打って出て政権を取りに行くと強い発言をした方が良かったですよね。それが当たり前です。それが常道で、その選挙参謀がいないように言われていますけども、まあ空中分解するまではいろいろ参謀役がいて、あれこれやってたんでしょうけど、まあ公示の日に公務を午前中開けて、そこで判断をして、東京都の比例名簿の第1位で出るという、まあ、サプライズを準備した、そこが間違いでしたね。相手にも読まれたし、そういう小池百合子さんが出るかどうかっていうことに対して、漏れ伝わってね、10月10日の衆院選解散公示日の当日の午前中が公務が全く入っていないと、意図的に開けているということで、まあ自民党にも読まれてしまいましたよね。まあ内々からも漏れたんでしょうし、まあ、小池百合子さんはその部分で負けたということですよね。もう都知事に残るっていう選択肢を切った方が良かったですね。はい、もう後の祭りです。終わってしまいました。で、今後はさっき言ったように、立憲民主党の枝野幸男さん、この人はなかなかこう硬いですからね、あんまりこう飛び跳ねたことをしないんで、まあある意味国民の信頼がこう集まるタイプですよね。で、私はね、例えば細野豪志さんであるとか、民進党から希望に行った長島さんとかね、
共産党とは組めないとかなんとかかんとか言ってますけど、まあそれはおかしいんですよ。共産党はもう以前の共産党と違って、候補者を下ろして選挙区調整をしてきたわけですから、そしてこの選挙の後も共産党の議席が減ったけれども、今後も立憲民主党と一緒の共闘を進めていくと志位和夫さんが明言してますからね。もう以前の共産党とは全く違いますから。だから立憲民主党がそもそも民進党で一緒だった議員が多い希望の党と組んで、そして左の手で共産党と組めばそれでいいんですよね。基本的にもそれで決まり。で、希望と立憲民主党が組むっていうことは、大阪、名古屋では、希望か立憲民主党が候補者を立てていくということなんで、結局のところ、大阪の維新が、まあ、いらないと、まあ、そもそも維新は、自民党をやっつけるとか言いながら、実はですね、中央では自民党にべったりということはもう皆さんも分かってるでしょうし、そもそも橋下徹さんが大阪府知事に出た、まあ、その時に、自民党の候補者を倒したんですよね、確か。だからみんな勘違いしてますけども、それはその人気がある、まあ、勝てるだろうという読みで言って。で、実際にその人気で勝って、その時にそのあんまりこう自民党の政治が悪いからというよりも、この国の政治を変えるんだっていうもっと大きな大義を抱えていったんですよね。右だの左だのじゃなかったんですよね。で、今度大阪府知事になって、二重行政だとか言い始めて、大阪市を取りに行った。で、当時の平松市長をいわゆる抵抗勢力にしてですね、本当は大阪っていうのは旧社会党系といいますかね、民主党系というか、組合系が非常にこう力が強かった。で、確かに組合もあまりにも力が強いからおごっていて、いろいろ悪さをしてましたけれども、まあそこを上手に叩いた橋本維新が大阪市長、橋本さんが大阪市長になった。で、だから実は労働組合を叩いて、首長を取ったんで、まあ、その後地方選挙で大阪で、自民党が軒並み占めていましたから、そこを潰していったんで、あたかも自民党を潰していくように見えて、実は、この大阪市の首長、市長ですね、ここは非常に組合の系列が強かったんで、そこを潰したということで、日本全体から見ると、大阪革新系以前のね、以前の革新系が強い大阪市を取ったということで、まあ、実は非常にこう右寄りな動きですよね。で、今回、選挙が終わって、さっきも言ったように立憲民主党が、まあ、住み分け、つまり選挙区の調整はやぶさかでないというような、そこはいいだろうというようなことをおっしゃってますので、で、当然、希望と組むなんてダメだって言って離れていくサポーターもいるかもしれないけど、まあ、そういう人は共産党に行くだけですから。もうそれ以上左はありませんから、どのみち、組めるわけですよね。で、逆に、希望の党と組むことで、より右側に、自民党、公明党の中からも安倍政権批判が出てきて取り込めるということで、まあ、それ以外方法はありませんしね、まあ、私なんかが、理想とするオリーブの木。まあ、できるでしょう。で、できなきゃいけないし。で、私はやっぱりその市民が主体のね、動きを作っていきたいなと思いますけどもね。まあ、議員だけの離合集散ではない、そういう、まあ政治がやっぱり
主権者、国民が主役の選挙、政治をしたいなと思いますけどもね、まあ、そこはもう私は今回の衆院選に向かっていろんな動きをしましたけど、まあ、その中で非常に反省もあってですね、まあ、一度もう一度原点に立ち返って、脱原発活動家として、そして、高知白梅事件、陸山会事件のような冤罪事件をね、法治国家の根幹を腐らせる、こういう冤罪事件を解決する活動家として頑張っていきたいなと思いますね。まあ簡単に言って政治家たちは一市民がちょろちょろ動いたところで、私みたいなものがちょろちょろ動いたところで全く視野にもかけない、相手にしませんので、まあ、ある程度大きな組織を作らなければ全く発言力がないで、まあやっぱり今 Twitter、Facebook っていうような SNS が選挙でも使えますから、これを中心に、活動をきちんと進めていって、自分たちのこう組織を作っていかなきゃいけないと、まあ初めてそう本当の意味で大きく組織を、市民主体の組織を大きくしていかなきゃいけないと初めて思いましたけどね。今まではその活動の一つの道具としてそういう政治団体とか作ってきましたけど、これからは大きな市民の活動のステージとして作っていかなきゃいけないと思いますけれどもね。で、Twitter でも Facebook でも投稿数が極端に増えたんですけど、最近増やしたら、Twitter のフォロワーが減ったという。本当にね、まあいろんな人がフォローしてたんでしょうから、僕がこう気色を鮮明にした、こんなきついやつだったのみたいな感じで、びっくりして、フォローしてくれている方もいるし、フォロワーがそれ以上に外れているっていうことなんで、どういう、まあ、よくわからないですけどね。まあ共産党がね、票、得票も減ったし議席も減らした、これはもう、まあ、皆さん分かるでしょうけど、共産党がなぜ今回、得票が減って議席も減ったのか、候補者を少なくしたから、いやそれはねやっぱり違うんですよね、完全に立憲民主党に食われたわけですよね。今までは民進党があまりにも情けないので、票が共産党に流れていたわけですよね。共産党はしっかりしてるから。で、民進党が割れて右の希望と左の立憲民主党に割れたら分かりやすくなって、で、まあ自民党公明党の政権は嫌だと思う人は希望か立憲に入れればいいんで、共産党まで行く必要はなくなった、まあ、共産党の人がよく言うんですけど、自分たちが自民党を批判して一生懸命、自民党の牙城を崩したらみんな途中で、過去民主党にね、政権を取られた時は民主党に取られた、途中下車したと共産党の人は言いますけどね、右が崩れた、もう自民党は嫌だと、離れたら左に行く間に途中で降りると、それで、民主党が票を増やしたということをね、まあ、2009年の政権交代時によく共産党の人から聞きましたけどね、まあ、今回も同じ、安倍政権は嫌だという人が、以前は民進党があまりにも国民に嫌われていたんで、で、自民党には嫌になって公明党にも入れない人は民進党も嫌で共産党まで来てたんですけど、まあある意味長旅をしてね、もう今手近に自民党は嫌だと、で公明党には入れないよとなった人たちは
手近に希望の党とか立憲民主党ができたんで、今回は途中で降りたと、共産党まで届かなかったと、まあ、単純にそういうことですよね。はい、で、まあ、そういうことで、じゃあ共産党はどうするんですかということは、まあ、この前から言ってますけど、もう共産党は国政においては共産党と名乗っている限りは票は入りませんから、もう国民が誤解しちゃうんでね、中国とか北朝鮮の味方するんですかって単純に思っちゃいますから、だからもう共産党は名前を変えないんでしょうから、じゃあ名前を変えないならば、まあ、地方選挙はいいとして、今まで通りで国政選挙においてはもう候補者を市民連合なり市民グループの名前で、立候補させる、まあ、出向するような形にして、そして共産党の推薦はじめ、反自公政権の政党から推薦をもらうと、みんなにね、まあ、そういう戦い方でいいんじゃないでしょうか。はい、で、やっぱりさっきも言いましたけど、大阪では立憲民主党が、そして共産党が出てますから、まあ、今度は希望も出てもいいし、大阪においては自民対維新対、その他のリベラル派ということでね、まあ希望、立憲、そして共産党の票を合わせた戦いになるということですよね。大阪がこう天王山になりそうですよね。だからまあ今回も大阪に根を張ろうかなと思ってたんですけど、まあ流れは小池栄子さんのこの大失敗は読めなかったですけどもね、まあ希望の党はいろんな人が出たとしても、その連合の支援を受ける組織が候補が、それはこうスタートダッシュが効きますから、選挙が有利ですから、この短期決戦においては連合の組織を受けれる希望の党の、民進党出身者で希望の党から出る人は非常に、有利に働ける、有利に選挙が展開できるなと思ってましたけど、まあ小池百合子さんが失敗してしまったんで逆風が吹きましたけど、まあ残念でしたね。安倍政権を倒すという意味で非常に残念でした。で、数日同じことを言ってますけど、ここ数日間は同じことを言ってますが、立憲民主党を応援した人たちが非常に、共産党も含めて、希望の党を激しく非難している人たちがいますけども、それはもう自民党が北総 M だけなんで、そこはもうやめた方がいいですよね。それは何というかな、まずは安倍政権を倒す、で、こちら側に政権を取る、その後でまた山登りの競争が始まる、それが政治ですからね。まあそういう意味で、まあ結局三つどもえの戦いというか、自民と立憲民主党と共産党、これはやっぱりその右左で距離があって、小池百合子さんたちが言っているように、これはまあ上杉隆さんの、フェアウェイど真ん中空いているっていう、だから小池百合子さんからですね、フェアウェイど真ん中空いているっていうのは上杉隆さんとよく会話を交わしていた、この戦略について議論をしていたという、もう
そこはよくわかるわけですよね。だから、上杉隆さんも一回東京都知事に、都知事選挙に出て、で、まあ自分自身もその、鳩山邦夫さんの秘書を経験した経緯でずっといろいろな選挙に関わってきたんでしょうけど、まあこの国政選挙とか、もうちょっとこう自分自身がいろんな選挙に出て、まあ、苦労してたらっていうかね、いろんなこう苦い味、渋い味、まあ時にはその血の味もするんですけど、まあもっととことんとことん選挙の恐ろしさを知っていたら、こういうあまちゃんな公示日にサプライズで、出る、そこで判断すればいいと。それまではまあこっちに風が吹いたらこうする、吹かなかったらこうするっていう、まあそういう甘い判断はしなかっただろうけどね。まあ、上杉隆さんのせいみたいに言っちゃいけない、やっぱり小池百合子さんの判断ですけど、まあ、フェアウェイと真ん中空いて、そこに堂々と私たちは進んでいくという話を聞いた時に、あ、上杉隆さんがまあ作戦を練ってるんだなと、まあ、思いましたけど、私はね、勝手に。いやー、そりゃね、最後の一風は自分で吹かさないとね。みんな小池百合子の風に、台風に、希望の風に頼ってたんだから。ある意味は、今の立憲民主党の人も、共産党の人たちも、もうその希望の党が出てきた以上は、そこでガスッと取っていって、安倍政権を倒す以外にないですよね。だから、まあ、台風が吹きゃいいと思ったんでしょうけど、その、まあ、ある意味熱帯低気圧を台風にするのは、やっぱり小池百合子が出てね、ドーッとこう、今からフェアウェイのど真ん中歩きますよと言わないとしょうがないよね。ちょっとそこの判断、結局その判断ですよね。出る出ないを、見定めようとした。そこが大きな間違い。もう希望の党を立ち上げる。小池百合子は出る。って言って、都議会が終わり次第出ますよって言って、最初にスパーンと言っときゃよかったですよね。そうするとマスコミもつけ入る。まあ、マスコミはマスコミで、都政を放り出した、投げ出したとか言うでしょうけど、それはもう進んでも進まなくても批判を浴びるって私も言ってたように、出て東京都と一緒に、国政を運営していく、そのメリットの方が大きいということで、簡単に、話をつければよかったですけどもね。夜は時々、結構な頻度で、ついのみをしますんでね、皆さんコインを入れといてくださいね、お願いします。さて、まあそういう意味では選挙終わってもうね、希望の党も50人いるんだから、まあ、必然的にまとまった方がいいっていう方向になりますよね。で、小池百合子さんももう選挙中にあれだけ安倍批判しかすることがなくて、結局自民党の一部をちぎって持ってきて、公明党まで色気を宗派を送ってたんだけども、結局それはもうかなわなかったわけで、で結局自分ももうそこは見切って、自公政権の批判に選挙中に打って出たわけですから。そうなるともう完全に後戻りはできませんから、集団的自衛権の行使、安保法制についても、自民党と違う形で、憲法を守りながらっていう形に変えていかざるを得ないですよね。でも今だんだんか見た感じ変わっていってますしね。まあ、必然的にそうなりますから、
そうしないと、希望の党自身が混乱しますからね。やっぱり対安倍政権の気色を鮮明にして、結局はどうやればこの自公政権、安倍政権を倒すことができるかということに集約しなきゃいけなくなるんで、まあもう進む道は限られてきますよね。そういう意味で、今後の政局としては、もう首班指名は全く何の面白みもなくて、まあ自民党総裁選で、何か起きるのかな。まあ安倍総理があと3年4年やるとすると、もう年齢的に、いやもう次の席を待ってもらんないなという人が出てくると。まあそのあたり、自民党の中の動きでどうなるか。まあ、で、今回麻生副総理が、麻生財務大臣、やはり北朝鮮のミサイルのおかげで、選挙に役に立ったみたいな、ね、失言をして、まあ、そういう、まあ、自民党自身の大きなつまずきが出てきたらごたごたするでしょうけど、なんかこうしばらく、マスコミはごちゃごちゃ言ってますけど、もう自民党の大きな失敗がなければ、このまま政局は来年再来年の参議院選挙を見据えながら進んでいくんでしょうね。まあ参議院選挙で、このオリーブの木、自公政権、維新を外して、どれだけ、希望と立憲が、まあ、連携をして、そして、共産党社民が希望と、立憲民主党と社民共産党が連携をする、まあ、こういう仕組みができるかどうか、まあ、そういうことになるでしょうね。それじゃあ、また夜に放送します。お疲れ様です。今もうだいたい自宅に帰ってもずっとパソコン漬けでいろんな作業をして、今まとめに入ってますんでね、まあほぼ落ち着いてまいりました。来週、あるいは月、来月の初めには、東京、大阪に行って仕事をしなきゃいけないということで、まあそれも連絡を取りながら、電話とメールでね、やってますので、また皆さん、このマジカフェ TV、インターネットのテレビ局として私のこの個人の活動を報告する場になってましてね、私はブログとかこの Facebook なんかで発表しているように、冤罪事件を解決する、そして脱原発に向かう、その先には、食料もエネルギーも自給自足するシステムを作ると、まあ、テロ貧困難民問題の解決に向けて、その施設は、難民の方々の居留地になると、大きなコミュニティを作るということで、まあ具体的にそういう作業もね、まあビジネスがね、きちんとこう好転すれば一気に進むことができるんですけどもね、頑張っていきたいと思います。国民の皆さんの寄付金で、私の活動は成り立ってますので、ブログに、郵便局の寄付口座がありますから、ぜひ皆さんの応援をお願いいたします。はい、じゃあまた夜よろしくお願いします。